始まりましたね。幸せの部活へようこそ。どうも、ネットでアニメを見て、みんなでワイワイ騒げばいい部活、ネットフリーアニメ部へようこそ。どうも、部長の一応ヨッピーことって言えって言われてますんで、自分で自分の愛称言うのちょっとどうかなと思うんですけど、ヨッピーこと吉田久則です。よろしくお願いいたします。で、実はこれ3回目なんですよ。で、夏にやってからちょっと間空いたんですけど、存続します。その間みんないろいろアニメイベントとかね、見てくれてる人も忙しかったでしょ。で、秋の夜長にそろそろゆっくりアニメを見ようという時期にやらせていただくことになりました。あ、すごい、ね、始まった、ひろたん、下野さんって言ってくれてる、特にすいません、関係ない会社員で、本当にですぐ出てきますから。はい。で、これ、ネットフリーアニメ部はネットフリックスのアニメ専用ツイッターアカウント、ネットフリックス JP アンダーバーアニメのレギュラー配信番組です。で、声優さんなど、まあ、クリエイターの方とかもね、いろんな方が登場して、ここでしか聞けないアニメの話を聞いていくと。で、ここにもうすでにね、実は部員証とか書いてあって、今まで登場していただいた方の部員名簿もあったりしますが、まあ、入部証があったりしますが、今日もですね、キャストの方、そしてゲストの方には入部届を書いていただくことになっておりますので、ぜひ、まあ、アカウントフォローしたりとか番組のリツイートとか、今だったら間に合いますよ。こう下野さんとか村瀬くんが出てくるタイミングにリツイートしましたか。はい、しましたね。じゃあ、それじゃあお呼びしたいと思います。では、本日のアニメ部員お二人でございます。どうぞよよ。すごい、なんかもう黒トレーナー兄弟ですねトレーナーじゃないです。ニットです。ニットですかね。ニットです。あ、ニットみたいなニットですね。はい、お二人ともね。はい、さあ、それでは一言ずつ自己紹介いただいてもいいですか。どっちからですか。あ、じゃあ下野さんから。どうも、東京都から来ました。アイメンエンタープライズ所属、下野ひろです。下野さん、はいはいはい、下野さん、ごめんなさい。横で後輩が苦笑いしてますから今。いや先輩のための技術やっぱり。すいません、また笑いが恐ろしいやつ出てますよ、村瀬君。本当ですか。悪魔的なやつが出ちゃいました。悪魔的なやつ、はい、ね、はい、もし遅れました、アメリカから参りました嘘じゃないね。嘘じゃないね。国士じゃないね。ビムス所属、アイムエンタープライズさんの1階上のところにね、はい、今できております、ね、お世話になっております、はい、村瀬歩と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、どうもどうも。そうだね、今もうここにね、これペリスコープって言って、はいはい、こうツイッターのタイムラインにこう窓みたいにして、中継がねこう出るやつで配信してますけど、コメントもできるんですけど、もう2人とも、感想が大体可愛いで統一されてます、ね、おかしいですよね、まあ、ぶっちゃけカジ君の時とかだとかっこいいみたいな結構あったんですけど、今日はほとんど可愛いが来てますね。そうですね、あんまりないんですよね、はい、かっこいいっていうよりも、あれだってもう下野さん、僕は初めて会ってから十数年経ってる。もう十数年経ってますよ、経ってると思うんですけど、ね、申し訳ないですけど全然変わんないんですよ、初め会った時から。肌ピチピチだし目は君が言うなや目は少年のようにランランと輝いてるし、なんかね、人種の中には一部貫禄がどうやっても出ないっていうタイプの人たちがいましてですね、僕も割と同じ病気に苦しんでいる意外とこの3人はじゃあそれが共通してるのかもしれないですね。多分村瀬くんも、これからキャリアを重ねても、ね、えって言われちゃうタイプだと思いますよ。そうですか。可能性はあるけど分かんない、急に顔が激画になるかもしれない。いきなり北斗の世界に出てくるような人に、そうなるかもしれないですね。分かんないけど、ね、でも声はキュートのままかもしれないですけどね。追いつかない感情が。さて、で、今日はもう部活なんで、はい、仕事っていうよりもちょっと気楽にお茶飲みながらとか。あ、そうなんですね。乾杯でもします。あ、まあ、お酒じゃないけど飲んじゃった乾杯って、こうやってやりながら、はい、みんなでアニメの話をゆるゆるとしましょうよということなんですけど、はいはい、今日ね、プレゼントもあったりしますからね。そこにこの僕らが使ってたマグカップに、後ほど、下野さん、村瀬さんサイン入れてもらって、横にあるノートとかペンとかもセットにして、視聴者の方にあげたりしますからね。なるほど、はい、フォロー&リツイートが必要ですので、それはもう今のうちに、はい、ネットフリックスさん太っ腹、はい、そう、ね、普通にネットで見てるだけの人にあげるってやつですからね。うん、いやいや、いいんじゃないですか、やっぱり、ね、ネットフリックスの会員の方もいると思うんですけど、無料の方にもチャンスはあるという。なるほど、はい、で、そんな中、ネトフリはこれアニメ部ですので、はい、お二人にすいません、ちょっと入部届を書いていただきたいんですよ。ね、部員ナンバーが
今の、はい、どうぞ。じゃあ下村さんお願いします。はい、1番が梶君、はい、で2番が平田さん、で3番が柴崎信長君、うん、で4番が、桜井さんって言って、うん、あのネットフリックスの今アニメプロデューサーになられた元プロダクション IG の方なんですけども、ということで、5番からですね。あ、なるほど。これなんかお金取られたりとかする感じのやつですか？はい、あの一応ネットフリックスを見たいという場合はちゃんと正規の料金も払っていただきます。ここの分になる分には、ね、はいはい、もうでも月額800円からどんだけ見られると思ってんですか？確かに、本当にたくさんのアニメも外画もあり、素晴らしいですよ。てかもう本当に最近ネットフリックス見ない日が本当になくなってしまって、充実してますもんね。もういや便利な世の中になりましたな。そうなんですよ。昔なんかもう本当見逃したら見逃したまんまで見れなかったのに、本当レンタルビデオ屋さんに行ったらもう見たいのに4まで見て長期になるのに5が借りっぱなしとか、そうそうそう、で 6からまた続いてたりとか、そうなんですよ、ありましたね。そう、俺の夏休みどうしてくれんだみたいのがネットフリックスはもうないんですよ。なるほどね、素晴らしいシステムですよね。ということで、あのこちらには料金かかりませんので、うん、無料ですか？一切かからないですね。あの部員ナンバーと、はい、お名前と、はい、推しアニメを3作品、うん、はい、はい、分かりました。なんか書いていただきたいと思います。今日は今日は2018年11月28日、すごい、下野さん実写映画あの主演おめでとうございます。実写映画なんか、ね、ネタになってましたね。なんかね、ネタになってました ね、主演されるんですね、うん、主演されるんです。もうすごい大変だったです。多分その話はあの来年あたりとかにすると思うんで、それ別口でやろう。それ別口でやる。今日アニメの、今日アニメ部、ね、アニメですからね。アニメ部ですから。じゃ あ、 あのやっぱり先輩なんでちょっと先の番号をぜひ書いていただいて。先の番号、オッケー。じゃあ6番で書きます。そうですね、はい、名前、村瀬、はい、村瀬タンスコって言われてる人。タンスコって、うん、どこの石川海人だ。石川くんなら確かに、今日来る石川さんは別の人なんですよね。あ、そうなんですよ。そう、あの社長の全く親戚関係でも血縁関係でもないのに、うんうんうん、石川同士っていう、そう、そこそこいる名字ってやつですね。そうなんですよね、うん、下野さんって名字の人はそういえばあんまいないですね。いませんけど、最近ね、調べたら、あのなんか釣り師の方で有名な、釣り師の方で有名な下野さんって方が初めて聞いた、いるっていう。へえ、あの最近調べたら下野博、あの下野って書いたら、まあ、下野氏がまず出てきて、はいはいはい、で下野博が出てきて、その下にね、下野何さんだったっけな、あの違う名前の人がいて、これ誰だろうって調べてみたら、すごいなんか昔から有名な釣り師の方。でも逆に言うと、日本の下野界ではヒロが一番今メジャーな下野ってことですね。一応下野氏、ね、そうなるんですかね、どうなんでしょうね、おめでとうございますって言われてますが、ありがとうございます。映画の話なのか、おめでとうございますは釣り師の話なのか、どっちだろう。すごいな。いや、釣り師じゃないと思います。だって僕別に釣り師じゃないですもん。そうですね。さて、じゃあ村瀬くんが先に書き終わってます、ね、はい、村瀬くんが書いてくれたのは、おなかなかだね、チョイス。少女革命ウテナ、お劇場版セーラームーン R、 コードギアス、ね、あ、じゃあこれカメラに見せていただきたいんですけど、はい、こちらでございます。あの男の子としてそりゃコードギアスは分かりますよ、はいはい、で、あの、まあ、劇場版セーラームーンとウテナが、あの、なんて言うんだろう、男の子というよりは割と女子チックなチョイスっていう感じ。いや、あのバカ言っちゃいけない。おバカ言っちゃいけない、バカ言っちゃいけない、はい、すいません。少女革命ウテナは、はいはい、本当すごい、なんかこう お芝居的なところでもなんかいろいろとこう学ぶことがあったんですけど、川上智子さんのね、そう、もう、でもあとなんだろう、こうあの メタ的な視点というか、あ、結構その物語の構造からちょっと外れた人がいて、なんかそれと一緒に物語が進んでいくちょっと違和感とかを感じながら、うん、ちょうど僕があの声優の養成所に通い始めたぐらいの年に見た作品で、あ、そうだったんだ。そっからアニメ、あ、アニメってすごいなと思って、はいはいはい、劇場版セーラームーン R は僕の好きなものが全部入ってる。20回ぐらい見てますね。さっきずっと楽屋の中で、いや本当にこの作品はすごいんです、本当にすごいんです、下野さんもぜひ見た方がいいって。いや、見た方がいい、本当に。見ない人は人生の 3% ぐらい損してる。それはでかいのか、結構ですよ、 3% は。人生の中だから、そうですね、30分の1ぐらい損しちゃってるわけです。もう、そう考えるとでかい、そのぐらいすごい作品なんで、劇場版セーラームーンR。もしかして両方とも生原邦彦か。そうなんです。あ、そうだ、生原監督が、僕はもう大好きなので、サラザンマイ、そう、サラザンマイ。またちょっとアニメの話長くなるんで、これぐらいそうですね、もちろん別に今日はいっぱいすることになってますからね、はい、じゃあ、そして下野さんが、はい、
見せていただいていいですか。はい、こちらですね。あ、ビバップね。ビバップはやっぱこう、僕ら世代の男としてはやっぱこう外せないアニメだと思いますね、うん、本当に山寺浩一にみんながなりたかったですね。なりたかったですね。なりたかったですね。はい、あとエヴァンゲリオン、うん、はい、そして、悪魔城ドラキュラキャスルバニア。はあ、こちら私出演はしておりませんけれども、これ沖合さんがやってるんですよね。もう出たくてたまらない。あ、出たくてたまらない。出たくてたまらない。悪魔城ドラキュラシリーズがすごい好きで、あ、そう、ゲームとしても好きだったし、そうなんです、アニメとしてこれ見ててもやっぱり好きと。そうですね。あれ、どっちかっていうと下野さんって悪魔感あるやつ好きなんですか。悪魔感あるやつ好き、ね、なんか全体的にちょっとダークな感じの作品が多いですよね。あ、そうですね、ちょっと大人っぽい作品、比較的。そうですね、多少ほの暗い感じがあるった方が、ホラーも怖い怖いものビビリなんですけど、うん、ホラーも好きだったりとかするので。そんなに育ちが良さそうなのに。いやいやいや、そこは関係ない。ずっと関係ない。そういうの関係ない、うん、それにそんなに育ち良くない。そう、そんなに良くない。さて、じゃあそれじゃあ貼らせていただきますよ。はい、はい、じゃあこれは横に貼っちゃっていいですかね。それとも下、下、横、横、下、下の方が広がりすぎなくていいみたいです。よいしょ。はい、じゃあ下にまず下野さん、うん、はい、じゃあまず君のも、はい、ありがとうございます。こうやってどんどん増えていくわけですね。そうですね、でも結構な秘密組織ですよ、もう。だって梶君、平田さん、島崎君、桜井プロデューサー、下野さん、村瀬君ですよ。わ、すごいですね。あれ、俺なんだっけ、部長でした。あ、部長か。部長、部長なんですね。部長らしいっす。無理、たばれるのは無理。まあ、ていうか部長じゃなかったら、はい、じゃあ誰なんだっていう。確かに何なんだってことになります、ね、なんとなくみんなと仲のいい人みたいな感じですかね。あ、平田さんいますからね、平田さんに全ての代表を務めていただきましょう。はい、というこちらの、今2人も入部めでたくしていただいたということで、はい、で、じゃあもうサインしてもらっちゃっていいですか今日。はいはい、さっきもお伝えした通り、ネットフリックスジャパンアニメ、こちらをフォローして、うんうん、今回のネットフリーアニメを今見てもらってる、うん、ペリスコープが出てる、投稿をリツイートしてくれると、うん、ネットフリックス、グッズとセットにして、サインマグカップも、はい、セットにして、うん、3人にプレゼントさせていただくと、3名様、はい、いうことになっております。はい、12月の4日の火曜日まで有効ですので、はい、まあ、1週間以内にはリツイートしてくださいよという感じですね。はい、じゃあサインをお願いしていいですか。じゃあ、はい、これマグカップにだけサインをするんですか。サインはマグカップだけです。はい、これが最終的に3つになるということですね。今は、今ここ1個でいいですか。ここで1つですか。はい、わかりました。シャリシャリと、はい、ありがとうございます。すごいな。裏番長平田さんって言われてますね。裏番長、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 番長は誰ですか。よいしょ。番長、まあ、番長が梶さんじゃないですか。梶くんが番長で表を全ているんだけど、裏は平田さんが全部取り仕切っている。信長さんちょっとブレーンっぽい感じしますよね。そう、うん、そうね。でもなんだろう、信長くんずっとスマホゲーやってるようなイメージもあります。これずっと最近のリアルなイメージですね。イメージですね。先行してますね。じゃあ、それじゃあ、ここからやっと、うん、落ち着いてアニメの話をしましょうよみたいな感じになりました。あ、お二人ともサインしてもらいましたよね。はい、しましたよ。しました。しました。はい、しました。じゃあこれを当たるかもしれませんので、うん、ぜひお願いいたします。うん、で、今日ここから、どうかな、これと具体的な作品の話をしたいんですけど、はい、さっきちょっとダークなものが好きって下野さん、はい、おっしゃってるじゃないですか。はい、そしたら実は、うん、今年重大な、うん、悪魔的な作品がネットフリックスにはありまして。なるほど。じゃあこの VTR から見ていただきましょうか。はい、ではどうぞ。俺の体はどうなってしまったんだ。お前は悪魔の体と人間の心を合わせ持つ男。何かあったのなら話せよ、約束だぞ。恐怖を煽られた人間はどうなると思う。なんで殺し合う、憎しみ合うんだ。選べアキラ、もう始まったんだ。いやー、ちょっと待って、ちょっと待って。2人の顔、顔、顔、顔。いやー、すごいですね。いやね、今年、うん、僕こう、あ、すみません、アニメが好きなんで、うん、いろんな雑誌の人から今年のナンバーワンアニメ何ですかみたいな話を、うんうん、日経エンタさんとかで、うん、された時に、うん、ずっと俺デビルマンクライベイビー言い続けてた。嬉しい。でもね、 B とどっちにするか迷う、マジで。でも本当にこれお世辞みたいだけど、マジネットフリックスものが超良かったんですよ今年。で、うん、もうまだ見てないですか、デビルマン。見てないです、ね、もったいない。つうか、でも逆に今から見られるのがちょっと羨ましい。そうなんですか。うん、
出てんすよこの人。僕出てるんですよ。デビルマン。僕悪魔なんですよ。そうなんですよ。そうなの？そうなの。さっきも喋ってましたよ僕、うん。PV で。そう。ああそうですか。そうなんですよ。そうなんです。デビルマンは知ってますよね。デビルマン知ってますよ。でデビルマンのあの永井豪さんの原作を今の時代にパーフェクトに合わせてあのアニメ化しようって言って今年ネットフリックスが作ってたのが、うん、デビルマンクライベイビー、うん、なんかやっぱりこうなんでしょうね、ちょっとその漫画の要素みたいなものもさっきの PV というか、はい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 、多少ねやっぱあったりとかするっていうね、うん、感じがしましたね、うんうん、そう、あれを、うん、あの湯浅正明監督って夜明け告げるルーの歌とか、うん、あのこう夜は短し歩きを止めとか、うん、もう本当すごい密度でアニメ作品作る監督じゃないですか、うん、その監督が完全アニメ化して、うん、であの例えば原作だとあの今時不良ってなかなか出てこないじゃないですか、うんうん、番長みたいな、うんうん、番長の代わりに全部ラッパーとかが出てくるんですよ現代風の今の不良が、なんかこうストーリーの軸は変えずにリビルドしてるみたいな感じですね、うんうん、そう、で、うん、それがでも、ね、なんか何話かごとに分かれてるじゃないですか、うん、そうするとそこまでの格話説明みたいなのが入りますよね時々、うん、ナレーションで冒頭の格話説明が全部ケンザ390さんがちゃんとやったラップだったりとかするんですよ。めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいいっす本当。斬新。そうなんですよ。でそれをその中で、うん、あのまあまあね、主人公の不動明は内山聖輝くんやってて、その相手の飛鳥くん役をやってるの、飛鳥龍をやってるのが村瀬くんなわけですよ。なるほど。やらせていただきまして、うん、なんだろう今俺すごいお客さん感覚になってる。大丈夫ですよ。全然今ネットでアニメ部見てる人もそうだと思いますけど、ほら、うん、見ましたみたいなことをおっしゃってる方もいますけど、うん、本当に最後の最後まであの原作知ってんのにマジどうなるんだろうと思って、へえ、イベント行きましたって人もいますね。あ、イベントもね、うん、あの渋谷のあのクラブとかでやってて、そう、なんか結構攻めた感じの、まあ、作品もそうだしイベントも攻めてて、うん、なんか夜にバラム、クラブ、そう、クラブとかでやってたみたいで、じゃあかなりスタイリッシュに仕上がっているっていうことですよね。そうですね、劇版とかも結構攻め攻めな感じで、そうだよね、うん、劇版はあれですもんね、あのこう牛尾健介くんがね、そうなんですよ、バリバリなやつを作ってて、あの電気グループの後ろのトラックとか全部あのオペレーションやってる人が音楽全部作ってるんですよ、うん、そう、まあ、見てないのだとするとあの今人生の楽しみさっき 3% って言ったんですが 3% 増えました今。なるほど、うん、確かに。いやいやいや、そうですか、それは見なければいけませんな、はい、でも本当にね、今年あ、うん、アニメここまでやっていいんだって、うん、いや村瀬くんやってて思わなかった？なんか麻痺してくるんですよね。あ、しょっぱなのその1話からも結構攻めてて、うんうん、でそれをなんかこうアフレコしてたら、え、大丈夫かなこのアニメって最初思って、うん、でもなんかその要素がだんだん自分の中に入ってくると、あ、今日こんな感じかみたいな、うわグロいなとか、なんかうわすごいなみたいな、うん、なんかこう、もう描写もそうだし、で人間ドラマももうすごいから、うん、なんかそれその進度というか、なんか道のりがなんか別に不思議な感じに思わなくなるというか、過激だなとは思うんですけど、そうだからだんだん慣れてきて、うん、慣れてきて、なんか意外とみんなからめっちゃ攻め攻めな作品だったねって言われると、あ、確かに攻めてたよねぐらいに、もうだん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 村瀬くんの悪魔化が進んでるんですよ。あ、そうなんですよ、ええ、もう僕なんか去年あたりから、うん、悪魔とか天使とか神とか、うん、人間じゃない役ばっかりやらせていただく機会がだいぶ増えて人外声優、人間じゃないんじゃないの、人間じゃないのかもしれない、人間じゃないんじゃない僕人間じゃないのかもしれないですね、もうすでに、うん、でもその、ね、人じゃない感が最後に説得力を持ち、うん、そしてこれ永井豪先生が言ってたんですけど、これは不動明の物語だとみんな思ってたけど、うん、最後飛鳥亮の物語なんじゃないかこれって思う感じなんですよ最終話まで見ると。確かに両方主人公なんだけど、もう本当にね、その最後あたり確かに血がバシャバシャ出てるんですけど、もうあんなん絶対配信じゃなきゃできないですからね。なるほどね、なんかこう配信だからこそできるっていうことにすごく重きを置いた感じですね。そうなんだ、うん、そうなんです。ぜひ見てほしい。そう、でこれ村瀬くんのそれもそうなんですが、ネットフリックスオリジナルもので言うと、あの志村さんも、うん、ソードガイも結構じゃなかったんですか。ああ、そうでしたね。フリップあります。そうでしたね。ソードガイもそうでしたね。かっこいい。
ソードガイはね、はい、あの井上さんっていう、あのこう仮面ライダーの現代版って結構大人っぽい物語展開するじゃないですか、はいはいはい、あれを書いた井上さんの脚本の作品なんですけどね。いや、あの、うん、確かにそうでしたね。ソードガイも本当に、何でしょう、僕のやってるキャラクターもそうなんですけど、マーカスでしたっけ、マーカス、そう、もうね、スタートからもうとにかく本当病んでるとしか思えないようなスタートだし、うん、もちろんあの病むには理由があったりとかっていうふうにそれぞれみんなあったりとかするんですけど、うん、いやなんかね、本当悲しみしかないなって思うぐらい、悲しいエピソードしかないし、うん、なんかこの人が主人公なのかなとか、この人がメインになるのかなって思ってた人たちがバッサバサ死んでいくっていう、うん、そうですね、そういえばね、そうなんだよな。いや俺もだから、うん、本当に前もってだから出てた人たちがもう1話から出てたりとか、その途中から出てた人たちがあいなくなってるなと思って、うん、俺もなんとなくこのメンバーの中にいるけど、これ俺もしかして俺も死ぬやつって思いながら、あそっか、オリジナルものだとそれが分かんないんだ、分かんないんですよ、そっか、気が気じゃない感じになっちゃいますよね。ただもうどこかでこう、あ俺も消えるなっていう気持ちは一応持っておいた方がいいんだろうなとか、あとスタッフさんにこういつ頃みたいな話を聞いたりとかあそんな話してたんですね。いやしてたしてた、あそうなんだ、だってもう主人公ですら僕は一体どうなっていくのかちょっとよくわからないので、うん、何とも言えないですっていうか、毎回出てるわけじゃないですし、うん、っていうのがいろいろあったので、本当に全部のストーリーをちゃんと知ってる人ってどれだけいるんだろうなって、そのアニメ始まる前まで、うん、確かにな、ってずっと思ってました。ね、どっちかというとアフレコに行くっていうより本当に戦場に行くみたいな感じですね。いやもうね、もうね、そうですね、叫んだりとかもしてたし、あと実際に、まあ、絵が出来上がってたりとかする部分と絵が出来上がってない部分もあるんですけど、その絵が出来上がってない映像でも、あーこの人こんな形で死ぬんだすげえかわいそうっていう、あ痛いやつ、そこセリフ撮ってないんですけど、撮ってないところでもなんかもうこういう風に死ぬんだとか、そういうのが見えちゃったりとか、あとこれね、ソードガイって村瀬くんも出てますよね。そうなんですよ、僕はちょっと後半の方からの出番なんですけれども、うん、まあ、なんか途中から参加させてもらって、うん、でも思ったのが、うん、もう本当その通りだなっていうのと、あとこうなんかそれぞれの人にちゃんとドラマがあるんだけど、うん、人間って死ぬ時こんなあっけないんだみたいな、そうなんか、いや本当に無情ですよね、本当にそう助かったのかなと思ったらもう、うん、あっていう、うん、あたじゃなかったんだねっていう、うん、やっぱこうオリジナル作品とか見るときの楽しみって先がどうなるか分かんないじゃないですか、うん、いやでもやっぱり改めて思ったけど、その何でしょう、もちろんね漫画原作があってっていう風なもので、うん、面白い作品もいっぱいあるけど、どうアニメ化するかがね、眼目ってのもいっぱいありますからね、うんうん、ただオリジナル作品の良さってやっぱり出演している我々も本当に、うんうん、先の展開が分からないし、スタッフさんがもう全くこう、いやちょっとそれはしょないでって言われたらもう何も知らないから、もうずっとドキドキしながら、おもんもんとして、やれるって、そう、そう、でもそれもまたこう、なんでしょうね、出演しながらっていう風なところでのこう楽しみの一つになってくるっていうのもあるし、あと何よりもやっぱこうね、実際の地上波じゃないところが、そうなんですよ、そう、やっぱやれる範囲が広がるっていうのは、やっぱやっててもそうだし、うん、いろいろキャラクターに対する感情移入の仕方とかも結構しやすくなるなっていうのはありますね。うん、もうね、視聴者だったらここでは絶対死なないのがあっても、うん、絶対ネットフリックスだと、うん、いや本当に何が起きてもおかしくないそう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 、油断できないです、そう油断できない、もうでもデビルマンもソードガイも本当そうだったんですけど、うん、でネットフリックスの配信って今年1年で、うん、本当にこの人たちアニメ本気だなっていうの多分分かったと思うんですよ、うん、っていうか僕ぶっちゃけ今年思いました、うん、本当にいやすごいサービスだなと思ってたけど、デビルマン来て B 来てソードが来てみたいな瞬間に、うん、あこれも本気だと いうことになっていたら、昨日アニメのラインナップ発表会っていうのがあったんですよ、実は、で僕司会もさせてもらったんですけど、はいはい、秋葉シアターって80人規模のね、マスコミの人しか入んないところだったんですが、うん、マスコミしか呼んでないのに会場に人が入りきらなかったんですよ、もうそれぐらいに注目度が高まっていて、はい、で、そこにですねハッシュタグがちょっと発表されてまして、もういいですか、あそうか、ちゃんと画像入るんですね、あのね、シャープベストアニメ2018っていうハッシュタグが発表されまして、ぜひこれをつけてみんながこうつぶやいていただきたいなという時期に入ってまいりました。これアグレッシブレツコとかラレコさんの作品だけど、ちょっとフラッシュアニメっぽいやつが今アメリカ大ブレイクなんですって、へ、日本で作った作品が世界に広がっていくことがあるのがまたネットフリックスの面白いところ
だったりするんですけど、すごいね。で今回これから公開しますよという作品が、うん、その発表会で当然発表されたんですけど、うん、まあ、マスコミの方しか見てないんで、うん、一般の方にもお伝えしたいと思います。はいはい、例えば、うん、セイントセイヤナイツオブザゾディアック来ました。フル 3DCG でセイヤやるんですって。はいはいはい。でなんか南米とかから、うん、なんかもう問い合わせが殺到してるんですね。なんかね、南米すごいっていうのは、そう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 、僕古谷徹さんからずいぶん前にへー、そっか、古谷さん初代ね、聖夜ですからね。なんかもう、南米の方で結構前からやっぱこう日本のアニメがかなり注目されているっつって。そうなんですね。うん、なんかその熱狂さみたいなものは古谷徹さんからずいぶん前に聞いていたので、いやもうだから今年本当にもう大爆発するんじゃないですか。なんかね、ペガサスファンタジーとか、うん、有名な主題歌あるじゃないですか。あれね、南米の人は日本語で歌えるんだって。すげえ。ぐらいに本当ブレイクしてる。いやなんかすごいみたいな。ヨーロッパもすごいらしいですけどね。うん、で、さらにこれはまあこういう作品系との戦う作品ですが、うん、こんな作品あります。リラックマとカオルさん、はい、すごいデビルマンをやってたところがあこうなん、ね、こういうのを放送するとなんかもうとてもさっきの、ね、作品たちを紹介してたところとは思えないほのぼのさ、ね、これリラックマがコマ撮りアニメーションになっていて、昨日僕動く映像ちらっと見せてもらいましたけど、もうふわふわなんですよ。でふわふわのキャラクターが 4K で動く。4K なんですって絵で描くのと違ってこう撮ってるやつじゃないですか。でもこれどんだけスタッフの人たち手間かけて作ってんだろう。わかわいい。 4K ふわふわ 4K なんですかこれ。そうなんですよ、すごいっすね。であとカオルさんっていうこの OL と一緒に暮らしてるっていう設定なんですけど、はいはい、カオルさん役が多部未華子だって、はい、そうなんですよすげえ。そうなんですよ。リラックマ喋るのかな、なんかそういうところすごい気になりますけど、ね、あどうなんですかね。これは4月の19日まで待っててもらいたい。見たいなこれ、うん、だからネットフリックス入ってれば見られるんですよね、うん、じゃあ続いてもう一つ、これが俺見たいんですよね。セブンシーズ、これ漫画が好きな人は少女誌に載っていたのにこんな本格的な SF あるかって思ってたやつが35巻ぐらいあるんですけど、ものすごいよくできてなるほどみたいになる。なんかもうなんすか、もう人類が大変な目に遭っちゃうから、うん、その大変なことが終わった後に蘇ってもらうために何人か冷凍保存されてるみたいな、そういう SF なんですけど。あれですか、なんか、はい、結構つい最近ここ1年ぐらいで完結したやつですよね。そうつい最近話題になってた。そう、それを待ってたんだと思うんですよ。半端なところでやりたくないタイプの作品ってあるじゃないですか。はい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 。ああそう。そう。ちゃんと始まりから終わりまで、そうなんです、きちんとやりたいっていう感じのやつなんですね。すごいな。描くってことですか？これが映像としてはそう少女漫画っぽい、ものすごいこう表情がキラキラした、うん、漫画なんですけど、うん、それをアニメにするにあたってネットフリックスならやれんじゃねえかっていう感じがすごいするんですよね。これが4月の公開で、あとですねもう一つ、うん、はい、下野さんの先ほどのこの作品のリストの中に、はい、エヴァンゲリオン、はい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 、入ってましたよね、はい、なんと来年エヴァンゲリオン、おネットフリックスで全世界限定配信、独占配信。あらすごい。うわー、ね、劇場版、はい、昔の劇場版じゃん。そうなんですよ。だからちゃんとテレビシリーズ見て、テレビシリーズの終わり方はこう劇場版の終わり方が正しいとする説もいれば、はいはい、テレビシリーズの人もいるじゃないですか、はいはい、両方の方ちゃんと比較して見られますってというやつ、ね、なるほど、うん、僕学生の時に劇場版見て結構トラウマでした。あびっくりしません最初見た時はね。そう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 。いやでもあれ一番最初夕方帯にやってたんだよ、うん、テレビシリーズ。あそうなんですね。村瀬くんその頃アメリカかもね。ていうか1995年かな。うわアメリカだわ。おね、でね、すごいアニメ。日本の大学生だった僕とかは心の底から衝撃を受けて、うん、やべえやべえ言ってたんですが、やっぱりいつの間にか世界に広がってて、昨日発表したじゃないです か、うん、いいですか、秋葉原の80人のシアターで発表した情報が、うんうん、昨日ツイッターの世界ハッシュタグ1位、エヴァンゲリオンになったんですって。すごいね。いやすごいよね。あ、下野さんがご飯食べられなくなったやつだって書かれてますよ。そうそう、ご飯食べれなくなったんですか。そうそう、俺がご飯食べられなくなったやつ。途中でこう食べるシーンありますよね。死闘みたいなやつ。いやもうそこじゃなくて。あ、そこじゃないの。もうそれは劇場版の方。あ、じゃテレビシーズン途中で。じゃそれよりも、うん、もう本当当時が。ああ。当時が。これですわ。うわ見てない人には言えない。これだ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 。くしゃくしゃ。これですわ。あれはな。あれを見た時に、と思って、本当
当に当時だから14、5歳ぐらいの時の。うわ、そう、これお父さんと見るしかないなとか言われてる方々まだ見てないんですね。あ、これはこれで羨ましい人生ですよね。そうですね、まだ見てないのはね。そう、あのね、劇場版に関してはそうね、あのちょっと怖いのが苦手な人はね、一緒に誰かと見に行った方がいいと思う。あ、もうご自宅でね、あのこう、うん、ご家族と一緒に見ていただくとかね。Netflixだからね。Netflixだからね。Xbox とか PS4 とかでも見られますから。そうそうそう、うん、いや、絶対誰かいた方がいいと思う、初めて見るとき。結構衝撃受けますよね。もしくはでも劇場版の場合は男の子はあの自分の部屋で一人で見るのもありだと思う。あ、ちょっとわかりません。いや、俺それやってた口。でもそうですね。俺それやってた口。ちょっと親と見るのをね、はばかられるかも、ね。はばかれるシーンもありますか。ね、あ、そういう場合はスマートフォンでもネットフリックスは見られます。あ、うまい。でこうやってでも、こうやってでも見られる。そうね。なるほど。さて、でそして昨日もう一つ大注目作の発表がありまして、うん、はい、ではタイトルからいきましょうか。なんとウルトラマンが、うん、アニメとして 3DCG でもう4月の1日から日付も出ましたけど配信開始されるということになりまして、でビジュアル超かっこいい。こちらをですね担当するのがかのプロダクション IG、うん、はい、もう本当に名作いっぱいありますが、うん、そのプロダクション IG の石川社長にお越しいただきました。じゃあよろしくお願いします。どうもお願いします。どうも、カイトさんじゃなくて光彦さんの方がいらっしゃいます。日向さん、いきなりキャラ呼び。俺、ねえ、はい、あれ、ウテナもいいけど、そこは黒子のバスケじゃないかなって、はい、なぜ黒子ですか。いや、まあ、IG が作ってたから、ね、しかも入りやすいかなと思ったけど、まあ、そういう感じで、あのレシーブを今日うまく取ってもらって、ね、ちゃんと取れるように頑張りますよ。日向と三好ということで、はい、それでもう大体皆さんも今日はお気づきだと思いますが、石川さんさっきからもう絶好調なんですよ、はい、じゃあとりあえず社長も、はいはい、すみません、入部届から書いていただいてもよろしいでしょうか。はい、すみません、お願いします。そうかそうか、みんな入部届をね、あ、そうですよ、とりあえず書かないと。偉い人でも書いてもらうことになっておりますが、で書いていただいた方に説明しますと、はい、もうプロダクション IG、 今お話もありましたけど、はい、ジョーカーゲームもそうだし、はい、そうですね、ハイキューもそうだったりとか、はい、例えばサイコパスもそうだし、はい、例えば女の子向けのところで言うと君に届けとかもそうだったりとか、もう日本最強のアニメスタジオの一つなわけですよ、うん、でしかももう広角機動隊とかね、うん、どんだけ世界に影響を与えてるのっていう風に、幅が広いですよ ね、 そうだね、作ってるアニメも。そうなんですよ、そうですね、あれここ20年ぐらい僕はあの IG の作品を見なかった週はほぼないぐらいかもしれない。今も風が強く吹いてるとかやってますよね、あ、はいはい、今とかだと、うん、という僕にとってはセブンイレブンとかに重要な会社かもしれません。ありがとうございます。はい、あの出来上がりましたよ。あ、あ、じゃあ村瀬君に見せてもらってもいいですか。はい、こちら石川社長のやつでございます。はい、ドン、広角機動隊スタンドアローンコンプレックス、はい、そして進撃の巨人、うん、配給、はい、いや、もうどれもでもすごいあれでしょうね、自社作品、うん、もう自社作品であり、しかもこう世間的にいわゆるこうムーブメントを起こした作品というか、はいはいはい、そうね、あの一つお願いしてもいいですか、はいはい、あの社長、あの7番っていう番号と、日付を書いて、これを俺もそこは気になってたけど、あの一番契約書とか書いてるのと、これちょっとあの別のサイボーグ的な感じになっちゃいません、サイボーグになった自由ですよ社長。でもね、009も作ってます、サイボーグ009も作っていらっしゃいます、劇場版の方。そうね、28日、東のエデンスキーとか行ってらっしゃる方もいらっしゃいますね。はい、じゃあこちら原瀬君、村瀬君ありがとう、はいはい、社長もありがとうございます、はいはい、よいしょ、はい、すごい、はい、ナンバーだよね、うん、こうやって見ると一番派手な字が書いてある感じがしますね、石川社長、まあ、さてで、はい、今日お越しいただいたのは、はい、もちろんさまざまな作品についてもお話できると思うんですけど、はいはい、ウルトラマンが昨日公開になったばっかりなんですよ、はいはい、でこれ言いたいっぱい言いたいっぱい1時間ぐらい言いたい、1時間1時間番組なんです。そうか、わかりました。じゃあ、まあ、まず言いたいのは、はい、普通今テレビシーズンの総監督、うんうん、次に監督って大体そういう感じで、はいはい、ね、総監督作られる、縦で作るんだけど、うん、今度は共同監督、まあ、神山監督、神山監督、うん、荒牧監督っていう、これガチで作ってるっていうのは、うん、いや、これは多分シナジーがどういうのが起こるかって言ったら、まあ、ちょっと振り見てもらったらいいと思うんだけど、そうですね、まずちょっとトレーラーというのあるんですね、ガチなのが昨日公開されたんですけど、もうあのなんていうの、目を閉じないこと、うん、目を閉じないこと1秒1秒にすごい情報量が積み込まれてるので、なるほど、瞬きがもったいないタイプなんですよ。そうそう、なるほど、じゃあ見ていただきましょう、ウルトラマンの昨日公開されたばかりのティザー映像です、どうぞ、はいはい、
その力のことを教えてほしいか。それはこの地球にあってはならない力なのだよ。恨むなら、あなた真を恨むんだな。奴はウルトラマンなどではない。私がウルトラマンだ。父さんがウルトラマン。君たち親子はウルトラマンの因子を受け継いでしまったわけだからね。間違いない、あの子も普通じゃない。父さん、シンジロー君、もし君にあいつと戦える力があったとしたらどうする？なの決まってますよ。あのウルトラマンもどきを叩き潰して父さんを助ける。荒牧監督の CG 大好きとか映像すごいとか、あともうすごいね、もうみんなのこう耳の良さ、一発で木村良平さんって当ててる人がいっぱいいるんですけど、早田さん、早田君は今回そうですね。あ、そう、神山さんと荒牧さんってすごいタッグですよねって言ってますが、説明すると、神山健二監督っていうのはもうスタンドアロンコンプレックスとか広角機動隊の監督ですよ。東のエデンとかも撮っていらっしゃったりとかで、その神山監督っていうのは手書きも CG も009とかでもやってたりする方なんですけど、荒牧監督っていうのは多分本当に全編完全な CG で日本の監督で劇場公開初めて持ってった荒牧さんですよね、間違いない、多分2004年の段階でもうアプリシートやってるんですよ、というすごい監督が今回フル 3DCG 作品で共同監督、そうですね。あと荒牧監督はキャプテンハーロックっていうね、これ日本じゃなくて特にイタリア海外でものすごく反響を呼んで作品を作ってるので、まあこの2人が組んだっていうことがどういうことかっていうと、まあ今の映像を見てもらったらそうなんですけど、なんていうかな、だいたい作画って1話って頑張るんだよね、 2D 作画って。だん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 カロリーっていうかね、エネルギーがだんだんもう疲弊しちゃって、だん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 こう回が進むごとにクオリティがちょっとっていうのはまあまああるんだけど、今回の1話からトップギアなんですよ。いや、すごい。もうこのクオリティがもうアクションももうふんだんに使ってるし、まあこれ以上言うとね監督に殺されそうなので、ちょっと置いといて。まあ今まさに一番作業忙しいはずですね。4月1日の公開に向けて。いや、でそれで僕もう一つ昨日のティーザー見た時からずっと言いたかったのは、こう回し蹴りのシーンあるじゃないですか、膝の中で、あれがもうゴーストインザシェルっていう押井守監督、神山監督の師匠ですよ、すっごいかっこいいシーンの、絶対オマージュだと思うんだよね、俺元子のね。そうなんです、元子のね。で、今ので気になった人はネットフリックス入ると、あ、こことここが似てんのってのをちゃんと確かめられるんですよ。ぜひぜひ複数作品見られる。そうなんです、複数作品比べて見られる。僕すごいやってますよ今、このシーンはこれだったはずっていうのを確かめてすぐリモコンで見られる、ネットフリックス最高と思う見てるんですけど、すごい、ネットフリックスの上手な使い方も、そういう使い方もあるんだね。そうなんですよ、そうか。で当然こう石川社長と下野さんと村瀬さんが一緒にこうお仕事した作品も、まあ、見られたりするわけで、例えばあれですよね、三好ですよね。三好です、はい、三好です。本当にジョーカーゲームという、なんて言うんでしょうね、ちょっと前の時代の日本人はこんなにかっこよかったのかという、ね、いたのかしらこんな人たちって思うぐらいの、一応いたというか、一応じゃあちょっと見てみます、ジョーカーゲームを検索すれば多分すぐ出ると思うんだよ、ジョーカーゲームもすぐにここに出てきてる、よいしょ、このスピードで出るんですよ、ネットフリックスの検索で、早い。しかも検索しなくても大体もう大丈夫なんですけど、あ、来た来た来た、ほらジョーカーゲーム、あ、キャスルバニアもおすすめで出てきますね、ジョーカーゲーム。うん、まあまあそう、そうですね、雰囲気的にはちょっと似てるものがね、おー来た、あ、ちゃんとここに本これ出ますね、堀内健雄、下野木村良平、出てきてますね、エピソード。いや本当に何でしょうね、三好自体、まあ正直に言うとセリフを言ってるシーンそんなに多くはないんですよ、正直、正直言うと。そうなんでしょうっけ、まあまあ全くないわけじゃないですけど、他のそのみんなメインのね話があったりとかして、そこでガツッと喋ってる人たちがいる中で、三好はお当番会で一言も喋らないっていう、いわゆるお当番ってその人にスポット、そのキャラクターにスポットの当たる会で、スポットが当たるんです、喋んなかった、喋んないんです、あれ、それってどういう、
だからいやもう本当にあのなので僕の中ではあの一体どういう風なこうね、うん、あのになんだろう三好っていうキャラクターが、うん、みんなからどういう風にこう受け入れられるんだろうなとか、うん、あのどういう風に注目されていくんだろうとか思ったんですけど、うん、すごいでもねファンレターとかにもよく書かれてますよ。やっぱりジョーカーゲームの三好ってあそこだけじゃなくいろんなところで本当にそのかっこいいかっこいいっていうのと、うん、あと僕自身もやっぱり三好みたいなキャラクターってそんなに演じたことがなかったのでなんかもうそこと相まってすごくねあのずっと注目されてるし好きだっていうファンの方が多いですね、うん、あすごいこうあれですわ今もうお当番会泣きましたって人いらっしゃいますね、うん、名前しか知らない見てみようかなって言ってる方に石川社長からなんかこうプロダクション IG だからこそ言えることいやこれはあの、はい、ジョーカーゲームって D 期間なんでね、はい、さっき言った、ね、スパイ三好が出た時の11話、うんはい、あれナレーションだけはね三好が喋ってるの D 期間これです中身が一切語らずただその死んだ美男子というか、うん、それで世界を救うみたいなね中身ちょっと言いたいんだけど、うん、一番いいところ全部持ってっちゃったって、うん、で何が三好すごいかって、うん、最初1話でポーカーゲームやってんだよ、うん、でただポーカーゲームしてんじゃないっていうセリフがドーンってこの世界の設定全部言い合ってて、うん、それでみんなわしづかみにして11話で虜にしたっていう、うん、もう三好は IG ストアであるグッズの売り上げ何番目か分かりますいや知らないですダントツあそうなんですかダントツ、もうそのぐらいすごい。いや僕最初だから、うん、あのセリフがなくてとか、はいはい、あの実際にはその、うん、あの回想シーンとかで、うん、あのハーハーしてる部分とか、うん、そういうようなところにあのせめて息だけでも入れようかって言われたのを、うん、あの全部あえてなくしたっていう話を聞いて、うん、あそうなんだと思ったし、うん、あとあの三好はあそこで亡くなったしかもちゃんと任務というか、うん、あの相手を騙して、うん、こう情報自体をもう別のところにやった状態で亡くなってるっていうことはもうスパイとして最高の人生を送ったんだなっていうふうに思うとかっこいいですよね。そうちゃんと任務を遂行してるんですよ。それを奪われたりとかしてないんですよ、うん、それで人生を全うしてるっていうことも本当にスパイとして生き抜いたんだなっていう、うん、なんかそう考えるといやすごい役をやらせてもらったなって思いましたね改めて。もう圧倒的な存在感みたいなことね言ってる方いっぱいいるのとあとあれですよ僕乃木坂46って意外にこうアニメ好きの声混ざってるじゃないですか、うん、乃木坂46がこの年のナンバーワン作品に選んでるのがジョーカーゲームだったああそうなんです彼女たち結構本気で見てるのアニメ あと実はその D 期間って、はい、これ3つさあの石川が3つ挙げたのって、はい、この IG 的ニューウェーブっていうかねやっぱり広角スタンダードコンプレックスって亀山健二監督が新しい顔を作るって言って、あ部署ごと作ったんですか？休暇っていうのを作ったんですよ。公安なのこの休暇を休暇を作った休暇を作ったんですか？それを作ったのが広角機動隊のチームを作ったんですね、はいはい、で進撃の巨人っていうのは、はい、肩だけじゃなくて会社まで作っちゃってウィットスタジオもうそれを、うん、あのまあそうですね荒井監督が、はい、で中谷プロデューサーで和田が社長になって、うんまあ、新しいこの一つのチームとして同じ部屋で監督と制作が全部一緒になって作るチームを作った独立グレン隊を作ったの。で配給もそうなの、ね、分業で作った配給もそうなんですか。そう実は配給なんだけど、はい、配給で作ったチームが第1弾が配給じゃん。配給調べましょう。第2弾が、うん、あれだ、ボールルームへようこそ。そうそう。で第3弾が風が強く吹いている。この3つを合わせてこの配給チームは何ていうか知ってる？サンキュー。ちょっと待ってください。いや、それ言いたかっただけですか？違う。さっきのジョーカーゲームの頭の良さに比べてダジャレじゃないですか？すごいですよ。違うんだよ。あのね、身を違うんだよ。あのね、あのなんていうかな、あの日向の設定って、まあ、一応言ったら銃わかる男なんだあれ。すごい頭回転がすごいから、そんなダジャレでもついてけるってね。アメリカ仕込みだからサンキュー、ね、日本のサンキューじゃないもん。いやサンキューは言えるんじゃないですか。まあでもこの話はいかないとね、すごいちょっとジョーカーゲームイメージが、ね、だからあとはそう言いたかったのは D 期間、はい、この本当はこの3つは言えてて、うん、なんでジョーカーゲームを石川そこの3つ言えなかったっていうのは、うん、ちょっと D 期間のチームって、うん、D 期間ってチームが IG の中でもシークレット中のシークレット。え実際こんなチームがあったのかって言われてるぐらい、今は全くその作った部屋ももう人も全く知られてない、記憶にないっていう、そのくらいもう隠密に作ったのがこのジョーカーゲーム。かっこいい。かっこいいです。
もう多分アジの社員も全然多分 D 機関っていう名前も忘れてると思う。いつの間に記憶をもう喪失されてるの。作品だけが今すごいネットフリックス上に残っているみたいな。これ絶対言っちゃいけないって言われたんだよね。いやいやいや言っちゃってるじゃない。どこが言ってるじゃない。リナタ止めろよ、ブロックしろよ。リナタブロックしろよ。なんで村瀬くんにうまいこと言わせたいの。リナタブロックしようと思ったらもう殴るしかない。いやもう気づいたらボールがヒューンと。まあリナタ困るよ。次の次社長嬉しそうみたいな。でもこれでもしかしたら気づいた人いるかもしれませんけど、攻殻機動隊で石川って出てくるじゃないですか。あの名前の由来当然社長ですからね。お名前の由来としてあ他にも意外と神山監督はスタッフの人をアニメに出しがちっていうのがあったりするんですけど、これは東のエデンとかも見てみれば分かる人がいるかもしれない。でそして今配球調べてみたんですけど、画面映せます？配球こんなちゃんと入ってるんですね。今上で調べてみたら、ほらこんなにバリバリ出てくる。で配球を見てこんなに好きだっていうことは、あなたはきっと黒子も好きなんじゃないですかみたいなのもちゃんと出てくるし、いや黒子だ、やっぱスポーツとかも出てきます。黒子僕出てないです。あ、そうですか。残念ながらそうです。同じ体育館ものね。そうですね、IG 体育館もの、でも進撃の巨人もそれこそ下野さんのね、出ていらっしゃいますけども、そうですね。ウィットスタジオさんもその IG さんから。そうなんですよね。あれギルティクラウンっていうのを作って、戦国バサラ作って、ギルティクラウンが荒井監督やって、チームが同じチームが新しくギルディクランで大ヒットさせるって言ったんですよ。そしたら結果がって感じだったんです。ブラックブラックブラック、そうそうそう、そこだよ、そこそこだよ。今反応すがった、うまいうまい、よかったうまいうまい、ブロックできたよ。それで俺たちは絶対大ヒットするものを作るって作ったのが進撃の巨人なんです。それを会社まで作っちゃったっていうね。すごいですよね。そこブロックしてると余計なことするんだけど、それはいいんですよ。それはいいんですよ。それはいいんですよ。だからそのくらいやっぱりみんなね、進撃の巨人がそこだけスポットライト当たるけど、その前にあるんですよ、いろいろ何本も何本も、そのノックして練習してね、千本ノックしてそこに来るっていう、それを言いたい。ウィットスタジオさんだったら僕魔法使いの嫁もいいとこ言ってもらったよ。大好きな作品で、いやこの話2時間話したよね。いやでも全然話せます。2時間話せます。魔法使いの嫁もまた人間じゃないですよね。あ、そう、そう、カルタフィルスやらせていただいて、いありがとうございます。いやいやいや、こちらこそ本当に、あ、すごい、もう配球4期待ってる、ジョーカーゲームまたやってほしい。そう、4期やりたい、配球本当にやりたい。そうなんですよね。いやでも本当に実はプロダクション IG の作品をずっと見ているだけで、もうあなたの一生のうち20年ぐらいは楽しめるというのは保証したいと思いますけど、もう本当ギルティークラウンなんてね、さっきおっしゃいましたけど、10年経ってないか、5年以上してブルーレイボックス出たりする作品だったじゃないですか。普通そんなことないんですよ。どんだけ期待、最終的にやっぱり見返したら面白かったかっていうのは証明だと思いますけどね。で、今日質問に行っていいんですよね。せっかくの生放送で告知もしてたんで、いくつか、今日は社長にも、下野さんにも村瀬さんにも、ネットフリックスジャパンアニメに向けて質問を送ってもらってるんですね。で、今日はぜひご回答いただきたいのですが、まず石川さんに、これは隅田さんとか他多くの方から、Be the Beginning 2期いつですか、楽しみにしておりますみたいなのをいただいてるんですよ。ビーザビグニングね、これはなんかまあ理屈じゃないんだよね。ちょっと理屈とかへ理屈じゃなくて、やっぱり長澤監督何やったかって言ったら、気持ちいい映像を作りたかったんだよね。だから世界観もそのキューバの街並み、今古い車が走ってるんで、そのキューバとイタリアの小さい村を合体した世界観なんですよ。だからいろんなつじつまがあったらうんぬんとか細かいこと言う人いるかもしれないけど、本当のアニメーターが、ものすごい天才的なアニメーターが気持ちよく作るとこういうものはできるんだって。だからそこをぜひ見てほしい。いやでしかもその天才的なアニメーターが作ったってのもあるかもしれませんけど、まあキャラクターの魅力と、あと最後に4話ぐらいまで見るともう止めらんないんですよ。いや、もうあこれってこうなるということは、じゃあこのみたいにして待ってくる。続きを見る手が止まらないってやつなんですね。見てないっていうか出たいですね。まあ出たいですよね。出たいです。まだこれからこの間実は2やるという発表はあったんですけど、多分まずこれから作んなきゃいけないはずなんで、細かいことわかんないですけど、ただもう B まだ見てない人がいたら、それ見てないことが羨ましいんですよ。あれをまたゼロから見られるのと、あと僕はそのせいで若干もう平田さんに抱かれてもいいと思ってます。まあでもそのぐらいのカリスマ性とかがなんかあるキャラクターなんですかね。この平田さんのね、やってるね、B のジニっていうキャラクターが、芸人が最高、天才ね、頭もいいしね、かっこいいしね、最高に、シモンヌ見た方がいいって言われてますよ、ぜひシモンヌ見た方がいい見た方がいい、あと作画が綺麗とか、そうかな、
でも続きがあったら絶対 ね、うん、あの見ますもんね、見ますね、それに関しては、ね、でも2ができるってこれ多分初じゃないかな、うん、そのネットフリックスアニメ、日本のアニメでネットフリックス2っていうのは、あ、配信ではそうですね、初めてですよ、これも初だから、うんうん、どんだけね、やっぱりそこはお客さんが日本だけじゃなくて世界中の人が見てくれたっていう一つの証明じゃないかな、うん、それであれなんですよ、あの実はネットフリックスって、まあ、プロダクション IG と、うん、実はもうさっきはっきり言っちゃいますとボンズさんというこの2つのアニメスタジオとだけ、ね、包括的業務提携という契約を結んでいて、うん、IG とボンズって分かってんなって感じなんですけど、うんあのうん、なんかクオリティが高いみたいな、いやいやいや、どういうことですか、やっぱりなんかあのハリウッドのプロデューサーよく言うんだよね、はあ、野球をやるならメジャーだろうと、アメリカ来いよと、うん、映画作るならアメリカでね作んなきゃダメじゃないかって言ったのが、うん、やっぱりネットフリックスの凄さって2つあって、世界に供給するっていうのもあるんだけど、実際にお金を持ってくるって力がすごいんですよ、うん、やっぱハリウッドってやっぱりお金をいかに持ってきて、はいはいはい、それをいかにまた戻すかっていう、そこを配給してね、世界にこれも届けるかっていう、それをネットフリックスが、うん、そこちょっと詰めて、さっき話が変わってますよ、今の話が違う、今の話が違うよ、吉田さんの吉田さんの俺が目のカードだよ、話が止まっちゃったじゃん、バカ、いい話だったのに、ごめんね、いい話でした、確かに、だからごめんなさい、まあ、どこまで話したっけ、まあいいや、ほら配給がすごいって話です、そうそう、だからそこがやっぱりこう世界でね、配給して出口も出て入り口もちゃんとお金持っていくって、これをアメリカ行かなくても日本でできるって、うんうん、これがすごいってことだよね、これはフレーム的に包括的なまずフレームですよ、うんうん、でそれが、つまりは今あの、まあ、そんなにいないと思うんですけど、うん、僕中国の奥地とか、うんうん、取材で行ったことあって、うん、行くと、うん、ハリウッドの大作だけは中国のどんな田舎でも映画のポスターとか貼ってあるんですよ、あ、俺たちが見てるのと同じ作品がそこにあるみたいになってるんだけど、うんうんうん、あれってやっぱり何ですか、そのネットとかできる前だと、うん、ほぼ 100% 他の、ね、日本のアニメ作品を中国の奥地の人が知ってるとかできなかったはずなんですよ、うんうん、そうだね、うん、でも確かにそれがあの僕中国の重慶っていう、うん、まあ、それほど田舎でもないんですけど、うん、重慶って都市行ったら、うん、あの現地の人にされた質問が、野戸真美子さんに会ったことはありますかって言ったことがすごい、もうすごい現地の人に役者さんの名前まで、うん、そしたらもう君に届けが大好きすぎるみたいな、 あれ愛知が作ったの、そうですよ、いやもちろん、それもどっちかっていうとあのウィットスタジオ の、 あの和田さんがね、戦国バサラチーム、うん、和田がやった、もうあなたが作ったから君に届け、うん、その流れがあるんだよね、うん、魔法使いの嫁、そうそうそうそこよ、そうなんですよ、あと包括契約だよね、あ、そう、で包括契約にすると、そういうふうに世界中に届けるためにその何十億とか何百億とか使わないとできなかったやつをネットフリックスは使っていて、うんうんうん、で本当にいいものを作ってさえいれば、うんうんうん、別になんていうんですか、あの場所が日本にあろうと、うん、アメリカにあろうと関係ねえよって言って、うん、そうそう、契約してくれた、うん、その契約対象が IG だったっていう、だから IG の先は世界に届けたいっていうふうに思って、うん、B すごいですもんね、すごい、聞いたら、うん、世界中用の字幕とかつけるために、うん、あの半年前に納品して、うん、全部各国語の字幕全部用意したんです、全話についてます、あのネットフリックスさん の、 その、うん、ね、あの配給してるアニメは、うんうん、全部納入の時期結構早いですよね、やっぱりちゃんと考えられてワールドワイドの展開を、そういうことか、素晴らしい、あ、デビルマンクラベイビーもそうですよ、めちゃくちゃ早かったですよ、やっぱり、半年以上前にはもう全部アフレコ完了してみたいな、そう、だから今後もプロダクション IG が作ったものを最後どこかまで届けてくれる役をネットフリックスが担ってくれるという、そうなんだよ、ただみんなよく石川どうして、ね、ネットフリックスと、ね、その包括契約したんだっていうことを実は真相は伝えてないの、え、真相今日、ええ、ね、この CM の後で、しかもそれ真相伝えちゃいけないじゃないですか、ブロック、ブロック、ブロック、助かった、じゃあそこをブロック、それちょっと振ってよ、いやいやいや、真相、真相、え、聞いていいんですか、それは聞いて聞いて、え、真相は何ですか、あ、ブロックしたね、あ、いやいや、トスだったよね、今ね、トスだったよ、ここだけのあれもう流れないから言うけどさ、いや流れます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 配給契約した真相ですね、うん、あのね、答えはですね、今は言えないっていうのちょっと待ってよ、言えないっていうのは実はこれが真相なんですね、こう含んでほしい、あの汲み取ってほしいんだよね、つまり僕らが今分かってる、うん、ネットフリックスだから世界からお金集めて世界に配給できる以上の理由が何かまだあるんです、ね、あるんだから、それを言いたくて仕方ないんだけど、
言えないっていうことを包括契約はだからこれなんだっていうのはくわー CM の後じゃないけど必ず分かる時には来るってこと。なるほど。まあでも時間が来るのを、まあそういうことだね、待つってことですね。まあそこはそうだね。もうさすがもう社内に D 機関作っちゃう会社の社長ですよね。D 機関謎めいてますよね。あ、そうですね。はい、じゃあ次、はい、はいはい、あ、ちなみにあのネットフリックスは中国本土ではなく台湾や香港など一部地域で見られますと、はい、伝えてもらいたいお話でございます、はい、正確なところをお伝えしました、はい、さてでそして、続いて下野さんと村瀬さんに対しての質問とかもいただいてますが、うん、はいはい、これはもう本当にストレートな質問、はい、村瀬さんと下野さんは、うん、キャラクターと向き合うにあたって一番気をつけていることは何ですか。これむしろ社長のいるところで答えるのすごいプレッシャーかもしれないですね。聞きたい。どうだろう。聞きたい。ちょっと先輩の意見あ後で聞いてもいいですか。あ、なるほど。最初でもいいですか。なるほど。僕は、はい、あのなんかまず最初にすごい近寄るすごい近寄るやん、ブロックブロック、あの、僕最初に台本読むときに、うん、あんまり感情移入しないでやってます、うん、へえ。でも強みして起こった出来事だけこうバーッと並べて、でその後になんか、あ、じゃあこのキャラクターどういうことが起こったのかっていう起承転結だけ並べて、でそこからじゃあこのキャラクターはどういうことが見えてるのかなってちょっと想像してこう入るというか、それ配給の現場であの音響監督の菊田さんから台本の読み方について、僕全然 あなたは台本の読み方がまずできてないから、うん、台本の読み方どういうふうにしてるって言われて、まずそういうコールドリーディングというか一からやってって事実のこうなんか状況並べてってみたいなやり方を一回あのやってみたらって言われてやってから、結構そのやり方がずっと自分の仕事に今なってて、配給に結構そういうなんていうのかな、台本の読み方とか素地というかそういうのを作っていただいたので、僕は今そういう感じですかね、向き合い方というか、うん、でもなんかそれこそさっき言ってたジョーカーゲームですか、なんかすごく難しい役じゃないですか、セリフってやっぱ喋らなければ喋らないほどその役のあり方というか呼吸感がわからないから、そういう時どうされたんですか。なんだろうな、基本的には僕はそのキャラクターと向き合う時は自分と似ているところと自分と似ていないところとか、そういう風なものを探すところから始めたりとか、ただそれに関してはやっぱ一話一話少しずつこう知っていくことがあったりとか、はい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 、そういうのがあるから、やりながら自分の中で、あ、このキャラクターって実はこうだったんだねっていうのをどんどん知りながら、より自分との共通点と違うところと相違点っていうのをすごい探して、あ、じゃあこのキャラクターはこうだから俺はこう思うけどこいつはこう思うんだなとかっていうようなことを道筋を順々にこう作っていたりとかして、キャラクターを完成させていったりとかっていうのはありますね。下野さんの中に三好的な部分があるんですか。三好的な部分はとりあえず自分と全然違うから、まず自分とは違うから自分を消すっていう作業から始めたかもしれないですね。今までの自分のその例えば声を発するっていうと結構少年役が多かったりとかすると、その少年役のこの声の出し方だったりとか性格的にはこう、まあ、バカなのか元気なのかいろいろあるけど、そういう風なものを全部排除して排除してっていう、自分により近いものを全部排除してって、本当になかなか全くやってこなかった真逆のこととかを、そういうのいろいろ三好には投影したかもしれないですね、今までとは。確かにね、なんか三好がね、あの唐揚げもりもり食ってるところは想像できないですもんね、いやそれ下野さんのパワーだし、だから似てないって言うから、まあ、確かにそうだし、三好は唐揚げは食わないみたいな。三好は一番最初オーディションを受けた時も、うん、あの事務所のデモテープで撮ったんですけど、はい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 、デモテープを撮った時もあまりにも真逆すぎて、うん、やべえ、どういう風に演じたらいいのかがわからないと思って、いや、これ逆にも何も考えないでオーディションはやろうと思って、へえ、あ、そうなんだ。何も考えないで自分とは違うぞっていう風な真逆のことだけやろうと思って、それであの謎めいた感じというか、そう、いや、もうね、本当今までの自分だったらもう全部をこう声で説明したくなるぜって思うところを、ああ、はいはいはい、全部排除してったから謎のまんまっていう、だから実際に収録してる時は俺の中でもずっと俺下野宏はもう心の中でずっとうずうずしてる、本当はこう思ってんだよこいつ、本当はこう思ってんだよこいつっていうのを全部グッと我慢して言うっていう、なんかでもそういうミステリアスな感じがすごい滲んでたんでしょうね、多分そういうのを持ちながらやるっていう、でも自分が思ってるよりも三好も実は表情があったりとか、そういうそのやっぱ年齢も実はそんなに年を取ってるわけではない、クロートではない、年配ってわけでもないから、そういう一面も実は存在していたりとかするっていうのを
っぱり実際にアニメ収録をしてみないとわからない部分とかもやっぱあったしっていう、うんうん、あ、それこそ自分が分かってることがあるのに言っちゃいけないってスパイっぽいですよ、ね、あすごくね、確かに状況が似てるかもしれない。ジョーカーゲームもう一回見たくなるね、見てみたいな、うん、で見たいと、でも見たいと思ったらスマホで見られるってすごくないですか。すごい、本当いいよね、すぐ見られるもんね。そうなんですよ、自宅帰ってゲーム機つながってる、僕は PS4 でよく見てますけど、で見られたりとか、いい、いやもう本当本当、あの初めね、あのお試し期間ありますから、うん、今日気になってきたらちょっとお試しでぜひやってみてください、うん、はい、といったところでもうあっという間に9時になっちゃったんですよ。早い、早いんだよ、早い、あ、そろそろ下校時刻ということで、改めて、はいはい、あのプレゼントのお知らせなんですけど、こちらに、はい、今日サインしていただいたマグカップがあります、はい、下野さんと村瀬さんお二人に、ね、サインしていただきました、はい、でプラスその横にあるですね、ノートだったりペンだったり、はい、ネットフリックスグッズとセットにいたしまして、うん、抽選で3人の方にプレゼントさせていただきます、うん、公式ツイッターネットフリックスジャパンアニメをフォローして今回のネタフリアニメ部の番組投稿をリツイートするだけ、はい、であの12月の4日まで、応募できますので、はい、あのお友達とか、うん、あのに教えるにもまだ間に合います、うん、はい、ぜひリツイートしていただきたいと思います、はい、いやなんかもうさっきこれからあの1時間まだもう魔法嫁だけでもいけるみたいな、うんうん、いや全然いけません。 2時間、2時間よくいけるよね、すごい作品ですよね、本当に。でも話してな、三好と、うん、ポーカーゲームしたくなったのね。ああ、ね、三好分かる、次このポーカーゲーム次に出るカードなんだか分かる、次に、うん、ポーカーゲーム、ジョーカー、ジョーカー、ジョーカー、違う、ダイヤの、あ、違うダイヤの、ほらちょっと待って、違う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 、それは今のはね、石川さんの悪い、今のジョーカーでしょ、流れ、今のはジョーカーだ、ダイヤのエースでもいいけども、いや、それはどうだよ、ダイヤのエースでもいいけど、ダイヤのエース、まあ、あの出させていただきます、よろしくお願いします。そうだ、まあ、時間ない、日本人に思ってたんじゃないかな、いろいろと、まあ、何だったんだろうね、いや、ジョーカーだったと思うんだけど、ダイヤのエース、ダイヤのエース、ここでダイヤのエース、そこから1から10なんですよ。まあいいや、この後、じゃあどういきましょう、いろいろと気になる方は、ね、とりあえずプロダクション IG 作品をまず見ていただくのがいいと思いますが、プロダクション IG 作品きっかけで見ても、他にも普通の洋画だったりとかね、日本では逆に公開してないドキュメンタリーとか、あのものすごい数あるんですよ、なんかもう時間で言うと絶対普通の人の一生以上の時間の映像作品がもうあるんで、そうだね、うん、あの退屈一回入るだけでしなくなりますので、ぜひ入ってみていただきたいと思います、うん、じゃあ一言ずつなんか感想だけもらいましょうか。じゃあ石川社長からいただいて、はい、あ、逆の方がいいかな、はい、そうですね、ね、じゃあ、はい、下野さんから。はい、そうですね、いやもうあっという間に、時間がいろいろ過ぎてしまいましたけれども、まあ、個人的にも本当に好きな作品とかもいっぱいありますので、あの僕自身もですね、あの皆さんからお勧めされた作品とか、ぜひとも、見させていただいたりとかですね、懐かしいアニメとかも出てくる、そう検索させてもらったら、いっぱいあったので、こちらの方、僕も見たいですし、これからもですね、いろいろとそういった、Netflix オリジナル作品とかね、出られたらいいななんて思っておりますので、これからも応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。では村瀬君お願いします。はい、 いやもうあっという間の1時間という感じで、なんかもっともっといろんな話したいなっていうのをすごい思ったんですけれども、やっぱりこうアニメの業界ってなかなかこう飲み会とかに行かないとこういう感じの話ができないじゃないですか、うん、で、なんかかなり、確かにそうだね、飲み会みたいだったね、飲み会みたいだった、ね、だしなんかそういう赤裸々なところをちょっと今見られてる感じがして、ちょっと恥ずかしい部分もあるんですけれども、まあなんかこういう感じでちょっとおちゃらけた感じのトークもしながら、仕事やるときはみんなプロフェッショナルとして頑張っておりますので、ぜひあのこれからも IG 作品、そしてネットフリックスの作品も楽しみに待っていただけたらなと思います。本日はありがとうございました、はい、じゃあそして石川社長お願いします。あのね、あの IG 生え抜きの矢作俊幸っていうね、あ、アニメーターを紹介します。彼はジョーカーゲームの創作画監督、キャラクターデザイン、うん、それでペルソナ5、うん、PS4 の、キャラクターデザイン作画監督、うん、彼はですね、もう18年ずっと IG 生え抜きのアニメーターとここまで来て、キセ、うん、の第二原画から這い上がってここまで来たので、高角度でアライズの監督です。もう今後、うんうん、もう矢作俊幸に大注目、うん、彼の作品は目が離せますよ、うん、これは言ってかないと、石川社長の一押しですね。じゃあぜひ、すごい、でもこれなり最後にまともなことで、ね、はい、お話がうますぎるって言われてる一方で、うん、一部すいません、あの社長さお酒飲んでますかっていうんですが、いや飲まれてるんですか。だから途中でダイヤのエースとかそういうの挟んじゃうから、うたなとか言うから急に頭の中がさ
違う。で僕一回ね、僕今日もこの後12時から生放送、あのラジオの方であるんですけど、一回ラジオの方の生放送に石川さん来てくれたことあるんですよ。来てくれて生方父さんとかね、それこそ木瀬監督とか一緒にいたんですけど、飲んでました。そういうこともありますので、そういう状況下じゃないとそういう話聞けなかったですね。まあそうですね、でも作品横断でこういう話できるのってネットフリーアニメ部ぐらいだと思うので、これ今度ね、あんまり時間空けずに12月にできる予定がもうなんか進んでいるそうで、次回来てくださる部員、まあ声優さんとかどなたになるのかまだ分かんないですけど、あの決まったらもちろんツイッターなどでお伝えいたしますので、ぜひネットフリックスジャパンアニメ、こちらをですねフォローしていただきたいというふうに思っております。年末忙しいと思いますが、ぜひネットフリーアニメ部また遊びに来ていただきたいと思います。今日は下野さん、村瀬くん、そして石川社長、どうもありがとうございました。ありがとうございました。またあっ ブロックされて4枚は多いね。牛場から